僕にお任せください。どの施設にご興味がありますか？テモスピアが足りないです。他に何、いくら引き出しますか？他にどの施設にご興味が、ありがとうございます。面白いわね。こうやってショップが復活するんですのね。これでお買い物ができるね。さて何を買おうかな。無駄遣いはしちゃダメよ。私はいつも必要なものしか買ってないよ。大半が無駄遣いじゃない。私の信用ってそんなにないの？ともかくこれで準備が整えられるわ。うん、私たちもしっかり準備していこうね。がいてくれたらとっても助かるだろうけど。でも私たちを手伝うってなるとノルちゃんも危険かもしれないよ。覚悟の上です。皆さんのその輝き、僕が惑星中、いえバーチャランド中に届けてみせます。しきしきすぎてお手伝いしたくてしょうがないんです。なるほど、若干怖いわね。まだマネージャーには及びませんが、配信のことなら任せてください。それと皆さんの動画を拝見させていただきましたが、あれではいけません。まずカメラはブレブレで、せっかくの可愛さが伝わりきれてないです。それにほとんど全身を映してるだけでしたから、定点カメラみたいになってました。状況によってしっかりとズームしたり、伝えたいところを撮る必要がありますよ。おお、なんか説得力ある。私たちカメラは素人だからね。ファンを増やしたいのでしたらカメラワークはすっごく大事です。みんなどうしよう。ここまで言ってくれてるんだから、ノルに手伝ってもらえばいいんじゃない。配信の方まで自分たちでやってたら、侵略者を撃退してる時間もなくなるかも。手伝ってもらっても良いのではなくて。そうだね。じゃあノルちゃん、お手伝いお願いしてもいい？もちろん喜んでお手伝いさせていただきます。それでは皆さんにお届けする映像の補正は僕が遠隔で補正させていただきます。あと配信システムも僕の方で準備するので、皆さんは撮ることに集中してください。わかったよノル、ありがとね。任せたよアシスタントさん。アイドルに尽くすのはファンの夢、願ってもないことです。これはヤバみを感じざるを得ません。皆さんの尊さを世界中に広めますよ。私たちも若干のヤバみを感じるわ。まあやる気があるのはいいことじゃない。さて私たちはそろそろ参りましょうか。そうね、救わなきゃいけない国は他にもたくさんあるんだから。ノルちゃん、配信の時はよろしくね。一番可愛くてかっこいいの頼んだよ。はい、お任せください。僕がアイドルのお手伝いなんて夢みたいだ。ノルニ
や。なんかすごいテンションだったね。しかもデレデレしっぱなし。それはよかったね、ノルミ。電子妖精プロジェクトチームミリタリー指揮官キツネビーシロノです。皆様よろしくお願いします。ガンガン進むよ。何をしようかな。たった今。皆様お帰りなさい。準備は整えられましたか。店はまだ復興中のところが多かったけど、なんとかなったわ。これで次の国にいつでも行けますわ。そうだ、聞いて、姉ちゃん。あのね、動画配信を手伝ってくれるって人見つけたの。あら、それはとても助かりますね。人手は欲しかったところです。世界を救うとなると編集作業まで手が回らないし、本当に助かるわ。これからはもっといい映像をみんなに届けられますわね。皆様に追い風が吹いているようです。どうかこの勢いで次の国もお救いください。それで次はどこへ行けばいいの。はい、次はクックニアという国に行っていただきたいのです。どんなところなのかしら。名前の通りならなんとなく想像つくような気もする。まあ行ってみればわかるよ。その通り。それじゃあ次なる冒険の大地行ってみよう。かきくけコンコンコンセロの電子妖精プロジェクトチームミリタリー指揮官キツネビーシロノです。皆様よろしくお願いします。ダメだ、我はそろそろ腹ペコで飢え死にしそうだぞ。頑張りましょう。もうちょっとの辛抱よ、きっと。配信終わったらご飯と聞いていたから、我は我慢して頑張っていたというのに。いきなりこんな世界に飛ばされるとは
さすがに思わなかったわね。我が下僕よ、何かお菓子とか持っておらぬか。あったらもう出してるわ。やはりレストランでも探すしかないのだな。それも難しそうよね。うん、グルメの国って聞いたのに活気がないしな。レストラン自体はたくさんあるんだけどね。ああ、街中にこんなに美味しそうな匂いがしてるのに、どこも低評価の店だらけとは。そうよね。あまり口コミ評価で判断したくないけど、入るのを躊躇しちゃうわね。これが女神様のおっしゃってた惑星の危機というものなのかしら。かもしれん。だが今はそんなことはどうだっていい。このままでは惑星を救う以前に我々がくたばってしまうのだからな。ご飯を、美味しいご飯を食べさせろ。叫ぶんじゃなかった。無駄に体力を使ってしまった。なんだか急に立ちくらみが。ん、大丈夫か我が下僕よ。大丈夫、私ならまだ頑張れるわ。そうは言っても、お前まっすぐに歩けてないではないか。もうカモン、どんなに低評価の店だろうと食ってみなければわからぬ。ほら行くぞ。悪魔キャラなのに優しいんだから。ほんとバイスちゃんらしいわ。ここがクックニア。なんかとっても美味しそうな国だね。なんてわかりやすい見た目。ねえねえ、せっかくだからさ、美味しいもの食べていこうよ。ちょっと寄り道してる場合じゃないのよ。匂いではありませんか。これも劇場視察ですか。お腹が空いてたらいざという時に力が出ないかもしれない。ブランまで、うん、もう仕方ないわね。甘いものが食べたいな。プリンとかないの。プリン、ネプチューヌちゃんプリン好きなんだ。私も好き。ダメよ、デザートはちゃんとした食事の後。もうあるはめんどくさいの。はいはい、それじゃああのパスタ屋とか。この店のパスタ最悪だったな。たらふく食べたら胃もたれしやがった。ネプチューヌ、パスタ屋はなしで。じゃああっちのハンバーガー屋。二度と来るかこのハンバーガー屋め。完食したけどまずくて吐きそうだったっつーの。ハンバーガー屋も却下よ。くぬぬ、じゃああっちのカレー屋。カレーなら大体おいしいし。どうなってんだよこのカレー屋は。よくこんなまずさで店なんて開いたもんだよ。ネプテューヌ、イカ略よ。くぬぬぬぬぬ、じゃあもういい加減諦めなさい。そんな、これだけ食べ物屋があって軒並み評判悪いなんて。街中こんなに美味しそうな匂いが漂ってるのに不思議ですもんね。でもみんなしっかり残さず食べてるよ。まずいって言ってるのに変なの。まずいなら行かなきゃいいのに。それでも行くってことは。そうね、アンチの仕業かもしれないわね。国全体を巻き込むほどの騒ぎということは、これも発根臭の仕業かしら。発根臭ってネオチューブの侵略者が言ってましたよね。
惑星ワンダルの執行役員だとかなんとか。きっとそうだよ。ひどいことするな。じゃあさっさと親玉見つけてやっつけちゃおうよ。皆さん聞こえますか？お、どうしたの、ノル？ちょっと伝えておきたいことがありまして。今回からカメラの制御を僕に任せて、皆さんは戦いに集中してください。いいの？やったー。正直カメラ意識しながら戦うのめんどくせーって思ってたからよかったわ。それと惑星中の視聴者からコメントを寄せるシステムも実装しました。なのでいつでもバッチリ配信できますよ。対応早っ。さすがノルちゃん、ありがとう。いいえいいえ、カメラアングルは絶対に譲れないポイントですからね。皆さんのかっこよくて可愛い姿を撮影するのに、本当ならカメラ何十台もセットしたいくらいです。でも予算はないし人材もない。泣く泣く諦めました。その代わり僕が皆さんのカメラだけでなんとかやってみせますよ。光る汗までバッチリ収めてみせますからね。それにコメント機能だって。ちょっとノルニー、話長すぎ、テンション高すぎ。皆さんが困ってるでしょ。でも大事なことだから。そんなのはいいの。皆さん無理をしないで頑張ってくださいね。それでは。ああ、もうちょっと皆さんとお話を。ノルちゃんはリアちゃんに頭が上がらないみたいですわね。上がそそっかしいと妹ってのはしっかりするものよね。なんで私を見るかな。なんでもないわ。さ、行きましょう。ねえ、なんで。Yeah!
が満たされていく。踊ってもらいましょう。行くわよ。飛び上がれ。終わり。すべての力で行くわよ。飛び上がれ。
かりは見つからないわね。あ、みんな、あそこ。おお、ネオチューブに続き、また街頭配信だね。レストランが映ってるけど、何が始まるのかしら。聞けい、皆の者。我々はこの国を救う救世主である。なんだって。どういうこと、救世主が私たち以外にもいるの。そんなの聞いてないよ。ちょっと配信を見てみましょう。私たちはこの国で今起きていることを調べていくうちに、ある事実に気づきました。それはこの低評価の嵐が意図的に引き起こされたということです。へえ、あの子たちもそこに気づいたのね。いいか、我々が今からめっちゃ食ってやる。その上で正しい料理の評価をしよう。で、その一連の流れを皆に届けることで間違った情報を正してやるのだ。料理を食べられる国に戻してみせようではないか。はい、そういうわけで私たちは今、昔ながらの味を守り続ける洋食屋さんに来ています。この少しレトロな店内もいいですね。期待が膨らみます。我のお腹もグーグーと嬉しい悲鳴を上げておるぞ。まさに空腹のアビ教官なのだ。なんだかとんでもない子を目撃した予感。うまいこと言ってやったみたいにドヤ顔してるわね。というわけで、まずはエビドリアだ。じゃあ私はハンバーグランチ、ドリンクバー付きで。ん、ずるいぞ貴様。我もドリンクバー一つ。ほう、なんとしっかり現れたグラス。ジュースもうまいであろう。なんで中身じゃなくてグラスを褒めてるのよ。飲んでからコメントすればいいのに。緊張してるのかしら。いや、緊張じゃないわ。あれはきっとあの子の潜在能力。どうやら救世主といっても頼りにできる方たちではないようですわね。私たち以外にも救世主がいるとか聞いてないんですけど。これはきっと一つの世界を救うために8人の救世主が競い合うバトルロイヤル、救世聖戦が始まるんだよ。つまりあの子たちとはライバルであり敵なんだ。何その展開、すごく楽しそうだね。何勝手に話を膨らませてるのよ。まだ敵と決まったわけじゃないでしょ。悪意があるようには見えませんでしたもんね。一人は相当頭弱そうだけど。発行集のついでにあの子たちも探してみる。一応目的は同じだし、